こんにちは、カウンセラーの山本由美です。今日は浮気をしている男性はみんな何かしら文句があるのかという話をしようかなと思います。女性も、これはですね、女性に聞いてもそうなんだけど、結構なんていうのかな、セックスレスとか本気で悩んでる人が浮気してるならさ、しょうがないなって思う。しょうがないっていうか、そういうもんなのかなと思うじゃないですか。でも実際はさ、旦那さんともセックスして普通にうまくいってますみたいな人もさ、女性にも男性にもいっぱいいて、特に男性さ、いやなんかレスとかなのっていう話をするとさ、いやそうじゃないんだけどっていうことは、奥さんともセックスがちゃんとあって、なおかつあれだよね、つまみ食いみたいな意味だよね、いわゆる。なんかその、ちょっと楽しそうみたいな。なんか好きだったりとかするらしいんですけど、それをね、なんか好きだっていう人、好きっていう意味じゃなくて、好き、狭間というか、だっていう人もいるんだけど、なんかね、子供っぽい理由なんですよ。そんな理由で、ね、みたいな。それ、だから、そういう人もいますよ。その、なんかレスで悩んでて、みたいな。それはちょっとわかるか、みたいな。私もそうだったしなと思うんだけど、めちゃめちゃ普通に奥さんとうまくいってんのに浮気かと思って。で、文句とかもないし、別に本当に別れる気とかもないんだって言っていて、でも、なんか、それ以上の吸引力があるんですよね、浮気が。浮気のセックスはと、一応大人の世界なので言わせていただくと、別にその彼女に何か吸引力があるということよりも、行為にすごい吸引力があるらしいということなんですね。で、そうなっちゃうと私も答えきれないというか、今までの私のセオリー的には、浮気している人たちってやっぱ奥様がね、なんか変わればいいんだよみたいな、よくやるじゃん、そういうこと。私もなんか私も基本的には、浮気してる相手の女性とかゴキブリだと思ってるし、気にすんな気にすんなってやってるんだけど、でもあなたにもなんか、なんかあるんじゃないみたいな、ブレあのねちょっとブレネブラさんとか去年書いてた記事とかでも、浮気だけが、裏切りとか失望ではないんだっていう。だから何か、もちろんね、浮気だけじゃなくて本当に失望してる男性もいるんだけど、なんかあんまり失望してないんじゃないかな、わかんない、見せてないだけなのかな、私に。なんか普通に幸せそうなんだけどな、奥様と思って思う人もいるんですよね。単にだからそういう人って性欲が強いんだと思うんですよね。別に奥さんとしてないわけじゃないし、でももっとなんか、食欲が多いのと一緒でさ、やりたいみたいな感じなんでしょ、きっと。女性はさ、やっぱそういう話はあまりしてくれないので、男性は結構なんか、やっぱり手柄取った状態でさ、話してくれるから、私には。へえ、みたいな。そうなんだ、みたいな。すごい不思議なんだよね。だから奥さんともうまくいってるのに、なんで？みたいな。なんかやっぱり女性的にはさ、その文句があるからとかさ、不満があるから浮気するんじゃないの？みたいなのがやっぱりあるじゃないですか。でも、違うんだと思った時に、すごい、ちょっとカルチャーショックですよね。普通に、昔の男性とかってそうじゃないですか。だからなんか私はもうそういう男は絶滅してると思ってたんだけど、なんかただ単に本当に、スパイスが欲しいみたいな。人生のスパイスが欲しいと。で、そのスパイスになってあげてる女性とかもいるわけじゃないですか。でもその女性にとってもきっとその男性は、スパイスなんですよね、きっとね。わかんない、シングルの女性と付き合ってる人もいるかもしれないから、そしたら本気になっちゃってるかもしれないけど、あなたはスパイスでしかないみたいな。そう、ちゃんとがっつり家でご飯食べてるから、お腹は空いてないんだけどね、みたいな。なんかどっちもどっちだなと思いません？なんか自分のさ、その寂しさを埋めてもらう浮気と、その人生のスパイスになっちゃう浮気と、なるほどって思ったんですよね。だから、どっちもどっちだなと。
でもだから女性の浮気とはちょっと、なんか女性の浮気は結構みんな本気になってる人が多くてさ、本気っていうか、まあ悩み相談だから、私の場合はやっぱりその本当の恋愛なんですとか多いし、やっぱりなんかググったりとかしても女性の悩みってやっぱりそのいつになったら本気、私あの本妻になれるのかしらみたいなさ、ありえないさ、なんかおとぎ話みたいなのがあって、なんかもうすごいさ、怖いのはさ、やっぱさ、この恋はあなたを素敵にしてくれるみたいな本とかさ、やっぱブログとかもあるんだよね。そう、でも、ね、やっぱり2番目はいつまでたっても2番目で、そのそれに悩まないんだったらいいんだよね。自分があのなんていうの、そういうものが興味がないっていうかさ、その人面白いからまあ一緒にいててっていう、その私女友達とか別に1番目2番目とかないし、みんな好きだし、別にセックスはしないけど、女のことはあの みんなのことをみんなすごい思ってあるから、別にそれがどっちが上とかそういうことじゃない。でもそのぐらいに、セックスを捉えられる女性とか男性もいるんだとしたら、まあそれはあり。でもちょっと私はまだそこのレベルに行ってないような気がするんだよね。やっぱ特別感みたいなのも出しちゃう、やっぱ特別になりたいし特別にしたいみたいなのがちょっとあるかも。そういうエゴがポリアモリーとかにあんまり向いてないのかな。やってみないとこればっかりわかんない。でもなんかそのだから浮気とか不倫とかで男性はそういう風に全然、男性も女性も全然うまくいってるけど、スパイスという世界のあの楽しみ方というのはあるんだなと思って、へー、なんか私のカウンセリングしてる女性たちがセックスレスじゃなかったらそんなことならない、そういうことを考えもしない人が多いから、もしかしたらセックスレスになる人ってやっぱり一夫一婦制のなんか大きい呪縛、その純潔みたいなものが好きな人が多いのみたいな、ちょっとなんかそういうのを考えましたね。なんか結局純潔でいたいみたいな、なんかその人一本でいたいみたいな人がやっぱセックスレスに悩みやすいし、セックスレスになりやすいのかなみたいな、うん、なんかセクシャリティに対して重い意味を持たせすぎてる、私もそうだけど、ということをねちょっとふと思ったりもしましたけど、まあ女性と男性の浮気感の重さの違いっていうのをまざまざと見せつけられた話ではありました。なんかまあ私はまあね、毎日セックスレスをやってセックスレスの問題をやっているからやっぱりそう思ってしまうのかなとかとも思いましたね。ということで今日は浮気、男性の浮気は不満、奥さんに不満がなくてもやることもあると、まあ女性もあるけどねっていう話でした。ということで今日もご視聴ありがとうございます。ではまた。